皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今回のテーマは税金と社会のバランスについて。皆さん、ガソリン価格の高騰を感じていますよね。先日、鈴木財務省が言及したトリバー条項の話から、その背景と私たちに何ができるか考えてみましょう。まずニュースを見てみましょう。トリバー条項の凍結を解除すれば、国地方で1.5兆円の財源が必要。とのこと。トリバー条項とは、簡単に言えば、ガソリン価格が一定の基準を超えた場合、税金を軽減する制度です。ただ、その実現には巨額の ががが必要でででそののの課題が指摘されていいいいいますすこここ注目したいのははコメントににももあるよようう補助金よりも減税の方が効果は大きいととい意見が強いことです確かに、速攻性と透明性を考えると、国民が納得できる形の対策は重要ではないでしょうか。また、取りやすいところから取るという税制に問題があるという声もあります。私たちはその仕組みにどう立ち向かっていくべきなのか、考えなければなりません。私の提案は3点です。まず、補助金ではなく、分かりやすく減税にシフトするべきです。次に、税の用途を明確に執行平な 税制の意向を模索することそして第三に透明性を持って税金の流れを国民に分かりやすく伝えることが重要ですもちろん反対意見もあります商社や大企業が利益を上げる構造になっているならそのメカニズムを変える必要があります私たち一人一人が誰が利益を得て何のための税金なのかを正しく理解し声を上げることが大事です最後に財政的な課題に目を向けるため無駄な支出の削減特殊法人の整理など財政改革を行うことも求められています言葉ではなく具体的な行動が不可欠でしょう 結論として税制は国民にとってより公平で理解しやすいものでなければなりませんそして私たちがそれを求め声を上げることで社会がより良い方向へと進む第一歩になると信じています今回の話は皆さんの何かの参考になれば嬉しいです次回もモノモースモノモースをよろしくお願いしますさようなら